皆さんこんにちは、せいかです。今日はね、これから梅雨だったり暑い夏、髪の毛下ろすのが億劫になってくると思うんですけど、巻かないでヘアクリップ一つだけで簡単にできるヘアアレンジ3つをご紹介したいなと思います。使うアイテム2つをご紹介したいなと思います。まず最初はヘアオイルです。ちょっと重めなオイルをね、選んであげた方がヘアアレンジしやすいんじゃないかなと思います。2つ目はヘアクリップです。今年はこのヘアクリップめちゃくちゃ流行るので要チェックです。まずアレンジしやすくするために、髪全体にオイルやワックスなどをつけてまとまりやすくしてあげます。このね、一手間を加えてあげることで髪を巻かなくても簡単にヘアアレンジすることができます。1つ目のヘアアレンジをご紹介します。ハーフアップするときと同じように、髪の上部分を半分このような形で取ってまとめてあげます。クリップが止まりやすくするために、まとめた髪をこんな感じでねじって土台を作ってあげます。その土台部分にヘアクリップを止めてあげて、前髪や耳の横の遅れ毛などを出してあげたら完成です。私みたいに髪の量が多かったりとか、雨の日ね、湿気やうねりで髪のトップがね、広がってしまうのが悩みっていう方にもおすすめのヘアアレンジ法だなと思います。あとは耳の横のね、遅れ毛を出してあげることで顔周りがすっきりしすぎないので、あえてね、顔を出してあげることで逆に小顔効果もね、作れるんじゃないかなと思います。はい、2つ目のヘアアレンジ法をご紹介します。髪全体に少しね、ボリュームを持たせたいので、手をね、こんな感じで内側に入れてかき上げてボリュームを出してあげましょう。そうしたら後ろに優しく下目でポニーテールを作ってあげます。次はポニーテール部分を丸くなるようにまとめてあげましょう。綺麗にね、まとまらなくても全然大丈夫ですし、私もね、こんな感じで遅れ毛が出ちゃってるので心配ないです。そのね、まとめた部分にヘアクリップをつけてあげましょう。前髪を整えて耳や後ろのね、遅れ毛を出してあげたら完成です。全体のね、遅れ毛をうまく出してあげることで、さっきまとまらなかったお団子がいい感じのね、ルーズなお団子に見えるんじゃないかなと思います。逆にね、綺麗に作りすぎてしまうと崩れた時にね、その崩れ部分がとってもね、目立ってしまうので、だったらね、最初から崩して全体を作ってあげた方がルーズに見えて可愛いんじゃないかなと思うので、ヘアアレンジはね、綺麗に作ろうって思わないのがポイントです。このね、ヘアアレは浴衣にもね、合うんじゃないかなと思います。はい、最後3つ目のヘアアレをご紹介します。指で髪の境目をこんな感じでジグザグして、どっちかが多くなるように分け目を変えてあげます。量が少ない方の髪を半分取って、その部分をネジネジして後ろに持ってきてあげます。ネジネジ部分にヘアクリップをつけて、後ろのね、境目が分からなくするように髪のトップをね、こんな感じで引き出して境目を分からなくしてあげたら完成です。少しね、ガーリーな時にも合うヘアアレンジ法だと思いますし、髪のね、量が少ない方でもできるんじゃないかなと思います。これも片方部分の髪をあえて出してあげることによって、逆にね、小顔効果にもつながるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで巻かないでヘアクリップ一つで簡単にできちゃうヘアアレンジ法3つご紹介させていただきました。これからの時期はね、暑くてムシムシするし、女の子はね、髪の悩みとっても増えるんじゃないかなと思います。なのでね、この動画を見て少しでもね、その悩みを軽減できたら嬉しいなと思います。皆さん、いつも最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。